こんにちは、いちかんです、ということで今回はですね、車の中からお送りしていこうかなというふうに思います。まあ、おそらくこの動画が、2023年最後にアップする動画になるかなというふうに思います。本年も皆様大変お世話になりました。皆様のおかげでね、今年もなんとか私動画更新続けることができました。まあ、来年も引き続きですね、マイペースながらもぼちぼちやっていければと思っております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。で、そんな2023年最後の動画ということでね、今回この動画では今年1年をちょっと振り返ってみようかなというふうに思います。なお、今動画撮影している時間がですね、これなんとびっくり11時でございますね。夜のもう寒いし、正直ちょっと眠いところはあるんですけれども、まあやっていくんですが、さすがに寒いのはねちょっと続けることができないので、ちょっと暖を取ろうかと思います。で、今回なんとですね、私念願だった車内こたつシステムをですね、完成させることができましたので、まあ、既製品なんですけどね、今回それを、使いつつ、まあ、お話の方していければなというふうに思います。そして、そのこたつシステムの、電源供給を賄う部分ですね、こちらの方については今回またポータブル電源をご提供いただきましたので、そちらの方を簡単にご紹介させていただきます。なお今回のご提供先というのがですね、実は、いつもとちょっと異なりますので、そのあたり含めてねお話の方できればなというふうに思います。はい、ということで、いろいろ一気にお話ししてしまったんですけれども、まず先にご提供いただいたものをご紹介させてください。今回ご提供いただいたものはこちらになります。よいしょ、じゃん。はい、こちらですね、エコフローさんから発売されておりますポータブル電源デルタ2というものになります。ちょっと重たいので、下ろします。すいません。はい、ということで、今回もちょっとポータブル電源をご提供いただいてしまいました。実は以前もですね、私、このエコフローさんのポータブル電源ご提供いただいております。そちらもね動画でご紹介させていただいたんですけれども、そちらのモデルが、エコフローのリバープロというものになります。で、今回ご提供いただいたのがこのデルタ2というものですね。はい、違いは何なのかと、言いますと、まず1つ目が、容量ですね、バッテリー容量になります。前回ご提供いただいた、リバープロの方は、720Wh の、容量だったんですけれども、まあ、それに対して今回のデルタ2がですね、こちらが 1024Wh となっております。まあ、だいたい 1.5 倍くらいかな、になった、まあポータブル電源となっております。で、さらに出力の方も違いまして、前回のモデルだと 800W まで、出力できたんですけれども、まあ、今回のデルタ2は、1500W まで、出力することができる形となっております。なので、まあ、よりね、高負荷なものも、使えるようになっているというような感じとなっております。電気ケトルとかも多分普通に使えるんじゃないかな、それぐらい、ハイパワーなモデルなっております。で、今回ご提供いただいたので、まあ、こちらについてね、ご紹介もしていきたいんですけれども、実は、それよりも重要なのが今回ご提供いただいた先の、会社様になります。まあ、通常ですと、こういったエコフローさんのものであればね、エコフローさんからご提供いただくっていうパターンが多かったんですけれども、今回はそのエコフローさんの製品を扱われている日本正規代理店の会社様からねご提供いただきました。こちらの会社様というのが、ジュンテクノサービス様という会社になります。こちらの方はですね、電気関係のお仕事をやられていたりとか、あとこういったエコフローさんのね、製品を取り扱われてたりする会社様なんですけれども、実はその会社の、社長様がですね、なんと当チャンネルの動画を、長いことご視聴くださっておりましてですね、で、いつかちょっと私の方となんか一緒にできたら面白いねということでお声掛け
ていただいてですね、まあ、ひとまずじゃあ市川さんバン持ってねいろんなとこ行ってるからちょっと電源使っていろいろご紹介していただけないかということで今回ね、このような形になった次第です。でその純テクノサービスさんですね、実はですね普通の電球さんとちょっと変わった部分っていうのがありまして、まず、エコフローさんの製品に関してなんですけれども、実は、こういったポータブル電源の他にお家用のエコフローのシステムっていうのも、取り扱われておるんですね。でこちらの方の施工もされておる、会社様となっております。実はこれがね日本に、数社しかない 2社かな、確か2社さんしかない中の、1社さんということでね、まあ、そういった部分も含めると、製品の取り扱い等に関してもねかなり信頼できるのかなというふうに思います。でそれから次がね結構面白いなと思ったんですけど、ドローン関係ねやられてるんですよね。まあ先日の白馬の動画でね、ジンさんが、飛ばしている映像などを入れさせていただいたんですけれども、まあ、ああいった、空撮のドローンはもちろんのことを、さらに水中ドローンなんていうのもね、やられていたりということで、なかなか電気屋さんなのにいろいろちょっと面白そうなことをされてるなということでね、私もちょっと興味を惹かれたという次第になります。でまたですね YouTube チャンネルも実はやられてまして、私以前、スターリンクですね、スペース X のスターリンク、あれをねちょっと車に乗せたくていろいろ調べていた時期があったんですけど、実はちょうどその時に純テクノサービスさんの YouTube でご紹介されてたのを動画見たことあって、以前から知ってたような感覚もありつつですね、今回お話の方させていただいたというような感じになります。本当はいろいろね、年末までにできればよかったんですけど、ちょっと私の段取り悪くてできなかったりということで、今回年末ギリギリに、ね、ご紹介させていただいたという形になります。今後についてもですねいろいろとちょっとコラボみたいなことでできればというふうにお話はさせていただいておりますので、またちょっとねいろいろ面白いものなどお借りしてご紹介できればというふうに思っております。今回はひとまずデルタ2を使わせていただくというような感じになります。はい、ではこたつをこしらえていきたいと思います。まず、電源はとりあえずデルタ2ですね、デルタ2をここに置きます。見えてるかな、多分広角なんで歪んでるかもしれないんですけど、こっちがリバープロでこれがデルタ2ですね。今回デルタ2使っていきます。でそれからこたつをここに、こしらえるんですけれども、メインとなるものがこれです。よいしょ、じゃーん、はい、こちらですね、確か山膳だったかなと思うんですけれども、お一人様こたつというものになります。中見ていただくと分かるんですけど、この中にね、ヒーターユニットが入っておるものとなります。通常のこたつだとね多分ヒーター、テーブルの上についてて下を照らしてるかなと思うんですけれども、それはその逆、これはその逆で下から上にね、照ってるというような感じになります。でここに強弱つまみがありますので音調も可能です。でさらにスイッチについてはこのこれですね、本当に昔ながらのオンオフスイッチがついてるよって感じになります。なお、電源については AC100 ですね、はい、100V の電源が必要になるのでこれをデルタ2に挿して使おうかなと思います。じゃとりあえずこんな感じで一旦伸ばしておきますね。で、こたつなのでここにやはりお布団的なものがないとダメですね。それは、まあ、今回は、私が車内で使っている電気毛布ですね、電気毛布なんですけど電気をオフにした状態でとりあえずお布団として使おうかと思います。これをかぶせてあげます。結構ねこれ大きいので私の体はすっぽり入るかなと思いますね。はい、こんな感じいいと思います。でこんな感じでこたつっぽくなったんですけど、これだと上に何も置けないので、今回はこれを用意しました。じゃん、はい、木の板ですね。これはもうカインズにこのまんまの状態で売ってました。多分何か工作用だと思うんですけど、これをもうあとこうやって置いてあげるということで、どうですか、これもうこたつじゃないですか本当に。ただ箱型なので足が伸ばせないというかね、足をこう開いてかわさなきゃいけないんですけど、こうやってね、でもそれでも割と
こたつっぽいんじゃないかなというふうに思います。どうでしょうか。はい、結構いい感じだと思います。ではよいしょ、最後に電源ですね。はい、電源をデルタ2に接続します。 100V のポートは背面にあるので、背面ですね。はい、で電源長押しですね。で後ろの、100V 関係のポートの出力をオンにする、スイッチありますので、そこを押すと、はい、こんな感じで今電気が通ってます。で中見るとわかるかな、ちょっとこう、ちょっと待ってね、こんな感じで、赤くなります。ちょっと電気消してみましょうかこれはね、多分 LED 入ってますね。 LED 入ってるんであったかく見えるんですけど、実際今まだそんなあったかくないです。はい、一応こんな感じで、本当にこたつっぽくはなりますね。はい、ではこれをまたかけて、これでどうでしょうかね。あ、ちょっともうあったかいかもしれない。よいしょ、よいしょ。はい、ということで、車内おこたシステムが完成しました。ではこれでちょっと振り返っていきたいと思います。ちょっとこの棒が邪魔ですけどね。よいしょ、こんな感じかわして、もちろんないか。では、こんな感じで、ちょっとやっていきたいと思います。では今年の振り返っていきましょう。ということで、結構あったかいです、やっぱり。うん、本当にね、普通にこたつですね。はい、これは非常にいいです。まあ、ちょっと寄りかかりたいなっていうのはあるんですけど、多分寄りかかったら寝ちゃうと思うんで、ちょっとこの状態でお話ししていこうかなと思います。で一応今日年内最後ということでね、お酒も開けちゃおうかなと思います。今回はこちらですね。はい、各杯濃いめです。これをいただきつつ今年振り返ろうかと思います。ではひとまず開けさせていただきます。では1年間お疲れ様でした。乾杯。いやー、今年もいろいろあったかなと思いますね。はい、まあ一応ね、ひとまず本当に1年間無事に過ごすことができたんで本当に良かったかなとは思いますね。うん、では振り返り、登山関係振り返っていきましょうか。今年はですね、まあ正直やっぱりあんまり山に行けなかったかなっていうふうに、私の中では、思っております。特にね、本当はちょっと長めの縦走とかっていうのも計画してたりしたんですけれども、まあ、今年もちょっと出かけることができずということで、その部分非常に残念だったかなというふうに思いますね。うん、ただ、まあ、その代わりではないんですけれども、良かったこともあって、一番今年良かったのっていうのは、やはり東北ですね。東北に出かけることができたのは非常に良かったかなというふうに思います。私は本当に東北は出張でちょっと行ったことあるぐらいかな。秋田とか青森あたりに出かけたことはあったんですけれども、まあ、本当に山とかそういうところにはね、行ったことがなかったので、今回初めて東北の自然などを見ることができたんですね。で頭の中でなんとなくこんな感じなのかなとかってね、ぼんやり想像してたりしたんですけれども、もう正直その何十倍も良かったですね。うん、山に関しても良かったですし、写真を撮りにね、ちょっと滝に出かけたりとか、まあ以前から行きたかった場所があったんでそういったところにも行ったりしたんですけれども、やっぱそういったところもね、想像以上に良くて本当に楽しかったですね。うん、でまた東北の方ともお話しさせていただいたりとかね、山でお会いして動画見てくださってる方とかともねお話しさせていただいたりしたんですけど、本当に皆さんね、すごくいい方ばかりで、
なんか本当にめっちゃ良かったなっていうのがね、思い返すとね、本当そういう思い出ばっかりですね。うん、あと秋田で何でしたっけ、ババヘラアイスだっけ、ババヘラアイスっていうのを食べたいなと思ってぼんやり運転してたら本当におばあちゃんが売ってて、それを食べれたんですけれども、それをね秋田出身の視聴者の方にお話ししたらなかなかレアですよっていう風に言われたりね、意外とやっぱりいいなんかね、思わぬところで運を使ってたりしたみたいですね。はい、まあ、とにかく楽しかったなっていうのが第一印象ですね。でどの山も良かったです。鳥海も良かったし、ガスさんも良かったしね、うん、飯豊山も良かったんですけど、飯豊山ね、そう、飯豊山去年から行きたい行きたいって言ってて今年登れたんですけど、実は動画にしてません。なぜならば、まあ、登ったはいいんですけど、やっぱほぼガスガスだったんですよね。うん、なのでちょっと見どころ少なく、自分の編集欲がなかなかね湧かないというかっていうことで、ちょっと今一旦オクラにしてあります。まあこれもね、どこかで編集などできればなというふうに思ってるんですけど、ただ憧れもあってね、行きたい行きたいと思ってた山だっただけに、どうせ作るんだったらなんかもう少しね、お天気とかいい時の動画で作りたいなっていうちょっと思いもあったりしてですね、まあ今ちょっと保留してるって感じになります。ただ、今年一番辛かった登山は間違いなく飯豊山でしたね。はい、私の場合は、うん、ちょっとどこから入ったかっていうのを今忘れちゃったんですけど、本当にねきつくて大変でしたね。水も結構少なくてね、本当に過去3本の指に入るぐらい辛かったんじゃないかな、それぐらい大変でしたね飯豊山はね。ただまあ重曹とかね、バリエーションもねちょっと多めな、山域ということですので、まあ、その辺含めてねまたどこかのタイミングで、お邪魔できればなというふうに思っております。でその他、また再度東北には行ったんですよね。秋田駒ヶ岳秋に出かけましたが最高でしたね。正直秋田駒ヶ岳は私が過去登ってきた山の中でも3本の指に入るぐらいめちゃんこいい山でした。うん、まあ登るその工程も楽しいんですけれども、見える風景も素晴らしいですし、何よりなんかねどこもね本当写真を撮りたいなって思う場所が非常に多かったんですよね。なので日帰りではちょっと時間が足りないぐらいで、あそこはね本当2日連続とかで登りたいなって久々、まあ、そんな風に思う山でしたね。まあそこで唯一残念だったのはやっぱり朝ですね、日の出のタイミングで上に入れるようにね登ればよかったなっていう風には、まあ、思ったりしてたので、この秋田駒ヶ岳もねまた、再度お伺いしたいなという風には思っております。はい、大丈夫かな、ちょっと思ったまんまに喋っちゃってるんですけどね。はい、でその他については、まあ、北アルプスは今年はちょっとあんま行けなかったですね。出かけたのが雷鳥取りに行った5月とあと唐沢ですね。唐沢なもうちょっと本当頑張って上まで行ければよかったんですけど、まあ、鳥泊の兼ね合いもあってちょっと準備は必要で行けなかったっていうのは残念でしたね。でその後奥穂かな、奥穂に行ってで最後が登山部かな、あ違う、登山部奥穂ですね。はい、登山部は、まあ、前回動画にした通り白馬ですね、出かけたって感じですね。以上か、ちょっと寂しいですね。うん、やっぱりもうちょっといろんなとこ行きたかったなっていうのはあります。あと裏剣ですね。裏剣もう何年もね行きたいと思ってたとこだったので今年こそ行きたかったんですけど、私が行こうとした時に雪降っちゃってね。そう。で、秋田駒に変えたっていう、実は裏エピソードがあったりします。まあ、来年その辺含めて行ければいいなとは思いますね。はい。ぐらいですかね。あとは登山部での活動は今年割と多かったですよね。まあ、牧歌駅伝やりましたね。いや本当にねあれはなかなか大変でしたよ。私は本当にね皆さん見てお分かりの通り第3区ということでそこまで勾配ないところね、進んだわけなんですけれども、でも
にしても結構大変でした。あそこはスピード勝負っていうのもありますしね、うん、でもまあもちろんねそれ以上に辛かった仁さんとか特に大変だったと思います、はい、なので私がそんなビー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 言うのもどうかなと思うんですけれども、でもやっぱやられるとそれなりにちょっときついかなっていうところだけね、あのね皆さん見てくださってる皆さんにはお伝えしたいかなと思いますね、はい。来年はどうなんでしょうか、登山部的には。うーん、ちょっとそういったお話は出てないんですけれども、まあまあまあ、もしあの招集命令あれば、行こうか行かざるを得ないというかね、頑張りたいと思いますので、はい、ぜひぜひ皆さんもまたね、なんかもし出る機会とかあればぜひぜひ頑張ってみてください、はい、という感じですかね。うん、まあ、登山関係は本当に不完全燃焼感は強いかなという1年でしたね、はい。で、写真関係については今年は、SD クワトロ H ですね、なぜかこの2023年にまさか自分が手にするとは思ってなかったカメラをね、ちょっとご縁あって使わせていただくことになりまして、ほぼ1年間ね使わせていただきました。まあ、非常にねいろんな面で勉強になったかなというふうに思いますね。改めてなんですけれども、やはり非常にサコのカメラ便利ですよね。だからその便利機能に自分がかなり頼ってたなっていうのを、現代やや、不便と言いますかね、現代機と比べると少し操作性とかもね、そこまで便利ではない SD クワトロ H 触って改めて気づかされたっていう部分は非常に多かったかなというふうに思いますね。あと撮り方に関してもやはり制限が、多々ありました。ISO感度上げすぎるとノイズが出ちゃうとかね、あとブレ揺れシビアとか、あとは、速光とか光の、どういうふうに撮るかとかでね全然出方が変わってくるかとかっていうのに非常に頭を悩まされつつも、ただやっぱそうやって、考えて撮ると本当に楽しいですね、うん、楽しいですし、またそれでうまく撮れた時は本当にすごくね写真撮ってて良かったなって思ったりすることがありましたので、まあ結果的に本当に手にすることができて良かったかなというふうに思ってます。まあ、来年も引き続き使っていくつもりではおるんですけれども、ただやはりクワトロだとちょっと撮れないというか苦手なものっていうのもいくつかあります。特にやはり星が撮れないとかっていうのはね、私の中だとするとやっぱちょっとね、うん、ネックに感じる部分っていうのがありましたので、まあ来年の登山に関しては、まあ、クワトロも使うんですけれども、アルファもね今年ちょっとあまり使えなかったのでアルファも使いつつ、どちらも両方ねちょっと使って運用していこうかなというふうに思っています。まあいずれにしても、より写真を楽しく、考えることができるようになった1年だったかなというふうには思いますね。この点に関しては本当にすごく良かったかなというふうに思います。来年は、ちょっとねいろいろできればと思っておりますのでね、頑張っていきたいなというふうに思います。ということで、かなりお話をしてしまいましたが、こんな感じで大丈夫でしたかね。で、動画に関してもね今年1年まあ、登山動画であったりとか、あとはぼやきですね、本当に話すだけの動画っていうのもチャレンジしたのも今年だ初だったかなとは思います。ちょっとやってみたんですけど、やっぱり自分が思ってることを口に出すっていうのは、まあ、それなりに、うん、いいことなのかなとかちょっと思ったりしましたね。ただそれを見てくださってる方がどう思われてるかというのはちょっと分かんないですけど、まあ、本当好き勝手喋るだけでもまあそれはそれで面白いのかなっていうのはちょっと自分で、感じた部分ありましたので、これについては来年もね、やっていこうかなというふうに思ってます。で、あとはライブ配信ですね、今年最後に多分、この動画を見てくださってる皆さんはもう、分かってるかなと思うんですけれども、最後の配信で板垣さんがゲスト出てくれました。私はまだ、それは収録前なのでどういう状況になってるか分かんないんですけど、無事に終わってたらいいんですけどね、大丈夫かなとはちょっと不安にはなってるところもあります。まあ、ライブ配信についても、来年は引き続きやっていければなと思います。できれば月1ないし月2ぐらいでちょっとねできればいいかなとは思ったりはしてますね。まあ、うちの場合は本当に、自由気ままに喋らせていただいておるって感じなので、まあ、そのスタンスでいいのかなと思いつつ、また、前回みたいにねゲストをお招きしてお話しするなんていうのもできたらいいなとか思ったりしております。はい。
そんな感じで、いろいろとね、見てくださってる視聴者様とも多少なりともコミュニケーション取れればね、いいかなというふうに思ったりしております。とまあそんな感じですかね。結局一人でずっと喋っておりましたが15分ぐらい喋ってますね。ちなみにこたつは非常にあったかいです。はい、ポカポカしてますね。これはいいですね。だから一人でこうやってぼーっとしてるもいいですし、仕事するでもいいですしね。なんかより車がちょっと快適になったかなというふうに思いますね。で最後に、今年1年、まあ、割と東北とかに出かけられた一番の理由としてはやっぱりこの車があるかなというふうには思いますね。まあ、今年はあんま車ネタやってなかったんですけれども、やはり昨年ある程度形にすることができたので、結果は今年は使うことに割とね専念できたかなというふうに思っております。で特にやっぱ車中泊で一番困るのっていうのが電源関係ですよね。サブバッテリーシステムも組んでよかったです。ただそれだけだと多分ね、この車中泊で連泊するとかっていう時の電気賄いきれないかなというふうに思います。スマホの充電であったりとか、やっぱ冬だとこういった電気毛布使いたいとか、ね、あったりするので、どうしてもねやっぱ電気があった方がいいですね。ってなると、まあ、サブバッテリーとあとポータブル電源とかね、こういったポータブル電源とかあった方がね、かなり快適性の部分変わってくると思います。また役割分担できますので、例えば、サブバッテリーはもう電気も不要とかねにして、逆に携帯電話とか、あとちょっとお湯沸かしとかね、調理とかをじゃあこういったポータブルバッテリーで使おうとかね、そういうふうに分けるとね、また管理もしやすかったりするので、その点考えると、こういった電源関係っていうのはあった方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、最後でちょっと、製品の、ちょっと良い所じゃないんですけど、にはなってしまったんですけれども、でも、間違いなくこれがなかったら、私ちょっとね、遠征とかもかなり厳しかったかなというふうには思いますので、まあ、そういった点含めてね、もし今後、ちょっと遠くに、車で出かけて山登りたいなって方いらっしゃれば、ぜひ、ポータブル電源のね、ご購入ともご検討いただければ、まあ、いいんじゃないかなというふうには思いますね。はい。とまあそんな感じで早足ではあるんですけれども、2023年をもう本当にとりあえず振り返ってみたっていう最後の動画になります。まあこんな感じでね、もう自由気ままにやっておるチャンネルではございますが、本当に2023年も皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。来年に関してもですね、また多分このスタンスは変わらないかなとは思うんですが、まあ、もう少しね、皆さんに、楽しんでいただけるとかね、少しでもなんか有意義な情報をお送りできるようにね、やっていければとは思っております。わかんないけど。ということで、まあ、来年も引き続きやってまいりますので、どうぞ当チャンネルの方よろしくお願いいたします。では最後になりましたが、2023年も本当に皆様ありがとうございました。またですね、どうぞ良いお年をお迎えください。山に出かけられる方はどうぞお気をつけてね、良き参考をということで、お楽しみいただければと思います。では、そんな感じで今回の動画は以上になります。ということで皆様どうぞ良いお年を。本年もありがとうございました。また来年お会いしましょう。それでは。さよなら。バイバイ。